はい、どうも皆さんお待たせいたしました。太一でございます。ということで、今回の動画なんですけども、めちゃくちゃいいものが届きましたので、それをご紹介したいと思います。何が届いたのか気になりますか？ん？どうしようかなー。お？こちらです。じゃん！ L 型のグリーンバッグがなんと届きました。L 型ゲーミングということでですね、L 型がグリーンバッグ出してるのって思った方いると思います。そう、L 型はグリーンバッグを出していたんです。素晴らしい。ということでね、早速 L 型グリーンバッグ、これをね展開していきたいと思います。グリーンバッグってものにもよると思うんですけども、結構設置したりするの、組み立てしたりするの大変だと思うんですよ。けどもこの L 型のグリーンバッグはめちゃ簡単。こちらがグリーンバッグ本体ですけども、裏側にこれ足がついてるんですよ。足、このまず足を、くるりんぱとこう展開してあげるわけですね。で反対側も同じくくるりんぱとこうしてあげるわけですよ。でそれからここにねフックがね閉じられてるやつを開けます。でもう片っぽの方も開けます。そして蓋を開けますね。はい、こちらが中身でございます。で、これからはもう超簡単。ね、ここにね、なんか書いてありますけども、ここの取っ手を、なんと、ぐぐぐぐと上に引っ張るだけでございます。さあ、これ上まで引っ張っただけ。これで完成。やばくない？めちゃ簡単でしょ？これ裏側どうなってるのか見てみようか。はい、こちらね、グリーンバッグの今、裏側に来ております。こういう仕組みでね、閉まられておったということですけども。で、これ、片付ける時もめちゃ簡単。いいですか？今展開されていますね、このグリーンバッグ。ほんのちょっとね、こう、力を入れてあげて、下に動かす。こうやって。で、これ高さ結構ね、こういう中途半端な高さでも、意外と利用できちゃうわけよ。で、これをどん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 ってこう、下に持ってって、これで蓋を閉じて、またフックをかけて、足をまた最初のね位置に戻してあげれば収納できます。押し入れの中とかそういうところにこう立ててね、片付けることもできちゃうわけですよ。はい、今私の後ろには緑の布、グリーンバッグのみが映っております。じゃあこれをまず消して違うものを載せましょう。どうでしょうか？今違う背景が映ってると思います。こういう風にできちゃうわけよ。あとはサムネイル画像を作る時とかも、グリーンバッグを背景に写真とか撮れば、簡単に自分だけを切り抜きすることができます。はい、ということで、このような感じで、今後僕ゲーム実況チャンネルでやれるんですよ。こういう感じで。すごいね、ずっとこういう風にね、やりたかったんですよ、僕はゲーム実況を。よっしゃー、一人倒したぞ。はい、とまあそういう感じで L 型のグリーンバッグでした。はい、ゲーム実況終わります。上の取っ手を持ってこう下にグググググっと、下にグググググっとやります。で、これを蓋を閉じて、フックというか、まあ、これを閉じますと。で、今はね、足が出てるので、これもね、戻しましょう。よいしょと。足を閉じてと。よいしょ。くるりんぱと。はい、ということで、このような感じで、収納できると。まあ、こういう押し入れがある方なんかは、こうやってしまってあげれば、もう簡単に収納できちゃいます。はい、という感じでね。はい、ということで今回ご紹介しました L 型のグリーンバッグ。この動画の概要欄の方にですね、L 型グリーンバッグのリンクを貼っておきますので、よろしければ皆さん一度チェックしてみてください。これからゲーム実況を始めたいっていう方、サムネイル画像を凝りたいっていう方、で動画でいろんなことやりたいっていう方、L 型のグリーンバッグ、マジでおすすめです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。グッバイ。